平素より大変お世話になっております。トゥーザムーン実況プレイ、今回も続きをやってまいりましょう。第6回目ですね。よろしくお願いいたします。さて、前回はジョニーとリバーの結婚式のところまでですね、来ましたが、アーニャの名付けの瞬間とかもね、見れたわけなんだけど、なんでリバーがあそこまでこだわっているのかなっていうのは、ちょっとまだ理解しきれてないかな。続き、やっていきますか。ほい。メモリーリンク探しか。誰かくれたりしない？話しかけてもね、うんともすんとも言わんのよ。神父さんは？ダメ。灯台の中。入れない。ジョニー、ダメか。ここにはない。下かね。なかった気がすんだけどな。さっきのイベントを見たことによって変わっている？あ、いるね。ジョニーとリバーが来ている。リバー。そうだ。おばさんの様子を見てこようかしらね。わかったよ、母さん。来てくれてありがとうって伝えておいて。お母様ですか。伝えとくわ。ジョニーの母ちゃんね。あなたは自慢の息子よ。ジョイ。ジョイ。お、ニコラス。お前、いたのか。ジョイ。ああ、うちのじいちゃんの名前だ。僕が生まれる前に亡くなってね。時々僕をその名前で呼ぶんだ。そりゃ初耳だな。なんで言わなかった？ジョニーって呼ばれる方が嬉しいからね。くそ、目から液体が。じいちゃんの話とかやめろよ。どうした？今度は一体何？そっか、あなたはよくおじいちゃんの話をしてるもんね。あ、そうなの？バカ、してないよ。あ、おじいちゃん。ニール。言ってれば？ノート、上位を手に入れた。上位。おじいさんもな。おじいさんとかも関係あんのかな？ジョンのあだ名。祖父の名。祖父の名ね。で、もう何も言ってくれない。ニコラス、お前、いたのか？水くせえじゃねえかよ。いけねえよ。意外にね、いけないところは多いんだよな。引っかかるんだよな、いろんなものに。イザベルはいないのか？ジョイは私の自慢よ。終わり？ノーメモリーリンク？ニコラス、ダメか。ノーニコラスか。この人は？ダメ。人じゃないのかな？あ、下に行ける。下行けたっけ？行けるようになったってことか。あそこにいるのは誰だ？ジョニーか？車が止まってんね。ここに止めてんだな。お？どうした？仕方ないよ。これは不運な事故なんだ。リバー、早く。おい。あ。ウサギ？これって、ウサギじゃないか？これが折り紙のウサギのモデルってことか。跳ねられたウサギ？どうして引いた動物に囚われるようになったのかしら。それも何年も後になって。僕に聞くなよ。女の気持ちは君の方がわかるだろう。女性の気持ちを察するなんて高等技術をバカに期待した私がバカだった。急に怒るんだもんな、エヴァは。あ、揃ったよ、でも。リバー、早く行こう。ただ、メメント準備アイテムがまだ手に入ってない。リバー、早く行こう。うわあ、まさかとは思ったが、これか。死んだウサギを手に入れた。結婚式当日に引いたウサギ。え、自分たちで引いたの？引かれた、だよね、きっとね。もういい？多分、奥には行けないし、左も行けないし、進むしかないね。さあ、せいせい、楽しませてくれよ。
手数3って。あれ、簡単すぎるでしょ。全然レベルアップしてくれないな。舐められているのかな。これは簡単すぎるだろう。斜め技を使わなくてもね、0.1 秒で解き方が分かってしまったよ。俺ぐらいになるとな。行くわ、じゃあ。起動。にしてもいい結婚式だったね。惹かれたウサギは引き出物か。ニール。シャラップ。止まてよ。もしかして、ひどい結婚生活のメタファーとして受け取ったのかもしれないな。え？何年か後になって、ウサギを降り始めたのは、ひどい生活に嫌気がさしたから、とか？お前さ、別に二人は生活に嫌気がさしてたわけじゃ、ないと思うんだけどな。ちょっと冴えすぎかな。大した名推理ね。お互いをね、なかなか、理解しきれなくて苦しんでた描写は、あったけど、愛はあったと思うんだけどな、二人の間に。ここは、かわいそう。今日惹かれた動物も、どうなったのかしらね。さらっと毒を吐くな。ポンタ。そんなこと言うなよ。農場臭いわ。あと血の匂いもするね。せめて、嗅覚シミュレーターをオフにするか？それとも、ここからとっとと出ていくか。こりゃどうなってるんだ。お？うわあ！今エヴァ引かれたね。大丈夫？透明だから大丈夫なのか。ごめん、ニールだけ避けたわ、今。馬がいんね。これなんだ？わーおどうしたどうしたよ。お？ちょっと、やめといてよ。何を？乗ろうとしてるでしょ。乗ろうとしてんの？やめてよ。乗っちゃダメなの？これ、何？何の馬なんだろう。あんた幼稚園児？オッケー、乗らない。あ、乗った。ヒーハーヒーハーとか言ってる。ちょっとニール、時間がないのよ。しまった。あのバカ。お、おーい、なんとかしてくれー。何突っ立ってんだよ。助けてくれ。もう助けを求めている。バカの世話は契約外なんだけどな。ニールワッツを手に入れた。手に入れてしまったか、ついに。ニールワッツを。見る？見る気もあんまりしないんだけどな。ニールワッツ。馬好きのバカ。馬好きなんだね。ニールどこ行ったの？ニールいなくなったわ。ここでもうお別れかな、ニールとは。これでもいっか。で、ここは、なんすかね。あ！これはリバジョニー？ジョニーとリバーだ。それ本当に大丈夫かな？と思うけど、彼女はもう乗ったことあるでしょ？けど前は彼女一人じゃなかったし。乗馬クラブに来てんのかね。大丈夫よ、子供じゃないんだから。ああ、もう怖がらせないでよ。リバー。すげえな、リバー。かっこいいね。お？楽しげな曲になった。どうしたの？一緒に行こうよ。おお、すげえ。ジャンプしたぞ。おい、待ってよ。お、ジョニー、お前、なかなかやるな。で、ニールは馬から降りれたのかしら。いやー、やだー知らないよ、もう。あたってなんだよ。この事態は僕の能力の 19% 上を言っている。本当にバカね。これ、エヴァも乗る系？逆に尊敬するわ。乗った。おー。あー、動かせる。早足で移動、スペース。おー、すごい。すごいすごい。この人は教官なのかな？すげー、蹴ってるけど。バッバッって。じゃあこれで、お、誰かいる。誰かいたね。お、リバーだ。
リバー。おーい。お、あーあ、あ、どうした？ナイス。全然ニールを助けるつもりではなかったんだけど偶然助けてしまった。はあ。お、あれ、ニールいなくなった。回収した？俺一緒に乗ってはいないよね。どうすればいいんだ。お、リバー。お、メモリーリンクダブルゲット。リバー、リバーもうジョニーめっちゃ置き去りにしてるジョニーは、ジョニーもメモリーリンク持ってるよね、きっとね。リバーと一緒にいればジョニーに会えるかな。ちょっと引っかかった、引っかかった。お、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 え、え、何、何ゲット、今引っかかりゲットジョニーじゃないのか。なんか自然にゲットしたわ。ジョニーは、いやー、ジョニーが全く見えない。あ、いた。あ、並走してる、並走してる。あれ、どうなってんだ。あ、もしかしてリバーに被さってんのかな、ジョニー。だから接触した時に2個ゲットしたのかな。そんな気がしなくも、いや、あ、なんかダブってるように見えなくもないね。ちょっと待って、引っかかったよ。とりあえずメモリーリンクは揃ったようだが、馬から降りれないし。あ、あ、ニールいる。おーい。おう、あ、なんだこれ。なんかあんね。これなんすか。おい、え、ちょっとどうした、これ、大丈夫バグってない、大丈夫かしら。メメンツ。下の表示がおかしい気がするが、まあ、馬に乗っている状態だからということかな。これ、外出れちゃうんだ。じゃあ、行っちゃいましょう、もう。メメント。準備します。この曲いいなぁ。4回ですか。これも、斜めでしょう。うい。楽勝。あ、間違えた間違えた、やばい、加算だ。これ、これもね、慢心すると失敗するんだよっていうね、いい事例ですけど。ニールと同じですけど。これ、じゃあ起動しますか。これは、リバーのバックなのかな？お？誤信。ということはないんでしょうか。リー医師、結果に関しては間違いありません。病院。広汎性発達障害は診断が遅れるケースが多いのです。もっと早くに分かっていれば多くの問題を抱えずに済んだのかもしれません。これに関する本はありますか？トニー・アットウッドの著作があります。彼は広汎性発達障害のスペシャリストです。俺が、リバーと、あとイザベルも抱えていた症状ってやつか。お貸ししますよ。いつでもいいですから返してくだされば構わない。ありがとうございました。あなた方はご夫婦ですか？まだ結婚前だよね。結婚はしていません。そうですか。必要であれば専門のカウンセラーを紹介しますよ。何か関係に問題でも？何も？あなたは？大丈夫です。あなたもその本を読んだ方がいい。彼女のことを理解する手助けになるでしょう。いや、やめておきます。やめとくの？どうして？読むべきだと思いますがね。ところで、乗馬療法というものがあります。彼女の助けになるでしょう。それで乗馬に行ってたのか。いなかったけどね、ジョニーね。リバーしか見えなくなってたけど。ここから北に行ったところに農場があります。私から連絡しておきましょう。
こんなことがあったのか。やはり思った通りだったわね。気づいていたのか、エヴァ。お？トニー・アットウッドを手に入れた。トニー・アットウッド、広汎性発達障害の権威。ニール・ワッツ、イケメン。あれ？書き換わってる！あれ、いつの間に？あの野郎！いつの間に？馬崎のバカだったじゃん。おい。ニール。ずるいなぁ。断るごとに読んでやろうと思ってたのになぁ。先生に話しかけてもダメか。あと4つ、メモリーリンク。結構あるぞ。またいる。カモノハシのぬいぐるみ。君いつからいんのよ。このひどいぬいぐるみずっとあるな。別にひどくはないと思うけど。誰かが大事に世話してたみたいね。彼女相当趣味悪いな。これはジョニーか。すみません、時計を止めてもらえますか。秒針の音が彼女に良くない。それほど気にならないわ。私なら大丈夫。あー。わかりました。時計を止めましょう。他にも気になることがあれば遠慮なく言ってください。おー、すごい。ダイナミック。ありがとう。なるほど。これで一つ、あの家の謎が解けたわね。うん。秒針の音を手に入れた。エヴァも気づいたか。時計ね。音がしなかったんですよね。あれは、リバーのためにだったんだ。リバーが亡くなった後もずっとそうなってるんだね。秒針の音。リバーには辛いもの。そうなのか。これ何？登れんの？おうおうおう。お、これが、メメント準備アイテムか。あと二つですか？これ？違う。外、出れない。ここか？ジョニー、もうちょっとかかりそうだな。すぐだと思うけど。もう一つ。あ、これか？これか。シンプルな薄いオレンジのハンドバッグ。あったー。揃いました。じゃあ行きますか。これは、斜め戦法かな。ほらー。斜めにね、一発ね、ブッってやればね、もうわかるからね、すぐ。あとは、操作ミスさえしなければ。これもんのこうよ。で、あ、ごめんごめんごめん、間違えた。行っちゃいましょう、もう。メメントを起動。お？あれ、ジョニー。少年時代まで戻った。あ、あそこ。おっと、金を払ってまでこんな仕打ちを受けたいのか？バカ言ってないで早くしましょう。おーおー、少年になったよ。だってさ、一人ぼっちで映画館にいるんだぜ。あれは負け犬だな。一人で来ている。リバーとの出会いとかかな。あんたもいつも一人で行ってるでしょ。そうなんだ。別に一人で映画いいと思うけどね。僕の場合は僕の好みに誰もついてこれないだけ。ああ、こんなクソ映画誰が最後まで見るんだろうね。クソ映画にはクソ映画の楽しさがあるからな。でも、いや、周りをキョロキョロしている。待ってるのかな。リバーが来るの待ってる。この映画は心身ともに悪影響しか及ばさないようだね。うるさいよ、行くわよ。え、あー、うん。大きな玉ねぎの仕立て的な展開ですかね。お、そんなところで。どうした？おいおい、待て待て、生意気なガキに構わんでよ。なんで構わんでよって。言葉が変よ、ワトソンくん。黙って、ちょっと噛んだだけだって。メメントを探しに行きましょうか。
おう、もう二つ。生意気なガキに構うつもりは中ですよ。どうした？変になるよね、時々ね。こう入ると戻っちゃうよね。あれ？ジョニーがいる。ジョニー、ダメか。右は？トイレですかね。男子トイレ、入れない。女子トイレ、入れない。メダロットだったら入れんのにな。100%。女子トイレには1回だけ入れんのにな。あ、消えた。消えるね。何してる人？何してる？人を消してもしょうがないぞ。ま、永遠に存在を消すわけじゃないし。まあね。メモリーリンクがないかなって思ってこう話しかけてるわけですよ。こちら。だからつついたって何にもならないって。わかってるけど、何にもならないならいいじゃない。あと3つ必要なんだよな。人を消していくだけになっているな。ジョニーがいるね。ジョニー。こんなダサい瞬間はそうそう見られないぜ。あんたも似たようなもんですよ。一個ゲット。こいつにガールフレンドを作ってやろうぜ。エヴァ用意してやれよ。やだ。わあ、冷たい。ニールじゃないや。リバーを待ってるんでしょ。あ、これリバー？もしかして。いやー、綺麗さっぱり不気味な部屋になったね。君が好きそうな部屋だ。物がなくてってこと？お？なんだ？そして誰もいなくなった。あと二つですか。へいへい、ジョニー。時間を無駄にしないで。怒られたよ。どうすりゃいいんだ？お？ウーム何もないな。あんまり言いたくないけど、こいつからなんとか情報を引っ張り出さないと。どうぞどうぞ。でももうオリーブ作戦は嫌だな。イベント起こる？お？あ、そっちから。あ！リバーかなぁ。かわいいね。だいたい何歳ぐらいの頃なんだろう。リバー？ずっといたの？ずっとロビーにいたんだよ。来ないかと思った。どうして一緒に映画を見ようと思っていたのに。それはこっちのセリフ。どうして？一緒に映画を見てたのにあなたが出て行っちゃったのよ。一緒に映画を、一緒に見てないよ。君がどこにいたかも知らない。分かってたんなら声をかけてくれればよかったのに。映画の約束してたんだ。一緒に行こうって。で、全然別の席で見てたんだ。だって、同じ部屋にいたんだもん。ははははは。わっはっはっはは。どうして笑ってるの？君が笑わせるからだよ。一緒に映画見たくないの？もちろん見たいよ。さあ行こう、もう終わっちゃう。若いですなぁ。まあゲームで見てる分にはね、リバ可愛いなってなるけど、実際にいたらちょっと周りは大変だろうな。気の利いたジョークが思いつかない。お前気の利いたジョーク言えた試しないだろう。そりゃあよかった。じゃあまあ次行きますか。まだメモリーリンクあと一つあんだけど、こっちかしら。いる？あれ？あ、ゲット。むむむむむ。メメント準備アイテムが、あ、またカモノハシがいる。これかな。だね。そうですか。どうしよう。時間がいい感じなので一回ここで区切りますか。ここでセーブします。はい、
お疲れ様でした。また次回のパートでお会いしましょう。さようなら。